ということで、はい、ベスト16の16、うん、ラストの試合でございます。 APLVS ムカデ出てきてください。一回ビート1個前の聞かせてもらっていいですか。さっきかけたやつこちらのビート8の3本 Yeah. 参りましょう。先行 Yeah. ムカデ、後攻 APL、 レディーファイト。ウェカペなのに俺飲んでるコーヒー、いつも通りまたも楽しんでる。気持ちがない俺一人じゃない、これ美食今倍か積み込みがないだろ。こいつのフローで上がれる俺だって名古屋楽しんでるだけ、相手が誰スティー頑張れ送るファンファレ、楽しんでるとか言ってるのに裏で座り込んでるだけで何も上がらないで何が楽しい。クラブは上がってなんぼの現場だぜ、そういうことが分かってない。あとオリジナルビートで残念だね、お得意のサンプリングできないで客を盛り上げることできねえ。客盛り上げることができねえならばゆっくりはめることもできるけども、こういう早口でかまずビート乗るてのおめえの方だろ。分かってないなら地元がどうこううるさいぜ、俺東京しょってる、なめられちゃいけねえ街でここまで来てんだわとか言いながら東京でたまちたまち言ってんの誰やねんお前。たまちたまちそういう話はいらない、この後もわだち話適当に繋げるだけムカデいいね。名前がっかり上がってフィメールの悲鳴しか聞こえねえ、俺は黄色じゃなくて全員をあげるだけ。そうだよムカデは過ぎた街だって雨上がりの晴れた街、なめたガキも今では成り上がり、まずレクチャースキルの縦社会。こういう雑魚は興味がないぜ、マイクを握って変わった覚悟バーンライトカメラアクション。ってことはお前は雨上がり闇営業には気をつけろって話、こいつが連れてく青の洞窟東海幕張祭魔物の巣窟、間違いねえ魔物の巣窟、俺らここに潜んでる、そうだぜここなら魔物の巣窟。おいカメラ映しとけアホの映像。終了。聞きましょう。先行ムカデ、後攻 APL。 もう一回来まーす、もう一回来まーすが決まりそうだと思います。はい、先攻ムカデ、後攻 APL。 せーのします、はい、せーのムカデ、勝者ムカデです。 APL に拍手。はい、ここまでよくやってくれました。